中国外務省はきょうの記者会見で今月就任したアメリカのマッカーシー下院議長がこの春にも台湾訪問を計画しているとの報道をめぐりアメリカ側をけん制しましたペロシ前下院議長が去年8月に放退した際、中国は猛反発し台湾周辺で大規模な軍事演習を実施した経緯があります。